オグリキャップオグリキャップ足毛は馬の毛色の一つ。一般に灰色の馬のこと、またはその状態そのものを指す。肌は黒っぽく、生えている毛は白いことが多い。日本語が使用されている地域では、より白い白髪や透け目毛が稀であるため、通常白馬といえば白くなった足毛のことである。白から灰色の毛と黒っぽい肌が特徴。生まれた頃は、 原毛色に見えることもあるが、年を取るに従い徐々に白くなっていく。完全に発火が進んだ個体でも肌は黒いままであり、唇など毛の薄いところに、それを見ることができる。足毛に関連する疾病に、黒色種と呼ばれる主要の一種がある。これは口日の足毛遺伝子を、ホモで持つか、別の毛色関連遺伝子であるアシップの変異が、 共存することで発症リスクが高くなることが知られている。古代中国新末期の武将、皇宇の愛馬水は、その時期が足毛の馬であり、この毛並みであったと考えられている。日本でも円形の開白色のまだら模様のあるものを、連前足毛と呼び、原平合戦の時代から武将たちの乗馬として好まれた。黒田長政騎馬像での連前足毛足毛は、 通常両親の少なくとも、いずれかが足毛でなければ生まれてくることがない。これは、足毛遺伝子が、白髪遺伝子やスケメ毛遺伝子を除くすべての、毛色関連遺伝子に対して優勢であり、足毛遺伝子を一本でも持っていれば、すなわちヘテロ接合体であれば、足毛になるためである。例外は白髪及び、スケメ毛で、これらの馬は足毛を発現していなくても足毛遺伝子を、保因している。 可能性がある。近年では、父が、足毛の黒船である白髪の繁殖品馬マシュマロが、両親が共に、足毛ではない足毛馬を出産したという例がある。足毛になるのは、口述の遺伝子変異によりメラノサイトの過剰増殖が起こるためである。メラノサイトが異常に増殖するため皮膚が黒くなると、共に、毛根のメラノサイト幹細胞は逆に早期に枯渇する。 このため、年を取るに従って、毛根でメラニンが作られなくなり、白くなる。足毛の起こるメカニズムは長らく不明であったが、2008年にスウェーデンの研究者らによって、25番染色体に存在する STX17 と呼ばれる遺伝子の変異が原因と解明された。この変異はエクソンではなく、イントロンに生じており、STX17 の機能自体には、 影響を与えないが、このイントロンが、STX17 及び隣接する NR4A3 の発現を増加させる。これによりメラノサイトの過剰増殖が引き起こされ、結果的に、毛根メラノサイトの早期枯渇を引き起こすと、考えられている。STX17 の変異は、品種の異なる全世界の足毛馬に共通しており、古い時代のある一頭の馬に生じた変異が、 広まったと考えられる。競争用に使用される馬種であるサラブレットにおいては、18世紀初頭のオルコックアラビアンにより足毛遺伝子が持ち込まれた。ありがとうございます。